小田さん、ゆうきです。今日ですね、ちょっとあることやろうと思ってて、この前僕 RZ のですね、 RZ で、押し掛けのやり方について、動画出したんですけど、それでですね、今マジェスティに乗ってるんですが、マジェスティでね、押し掛け押し掛けやってみようって思って、あるところにね向かってるんですよ。はぁ、マジェスティで押し掛け何言ってんのってね思った方いらっしゃると思うんですけど、まあそんなことは気にせずね、ちょっとね押し掛け、どういう感じになるのかね、マジェスティで押し掛けやったらどうなんのみたいな検証してみようかなって思いますね。今向かってるところがですね、まあ僕がいつも、撮影とかで行く場所なので、いろいろお話しながら行こうかなって思いますけど、いい天気です今日は。なんか最近雨が降ってないイメージですね。雨降んないのかなみたいなね。でまあちょっとね暖かくなってきたんで、ちょっとまあ花粉も、心配になってくる季節なのかなって思います。で僕はね、子供の時から結構鼻炎気味で、まあなんか蓄膿症とかにもねなったことあるんですけど、そのまあこういう性質なんだろうなって思ってたんですよ、僕ずっと若い時から。そしたらね、1年ぐらい前にちょっと気づいたんですけど、花粉症だったみたいなんですよね。バイクにね乗りながらね、ちょっとマスクとかをねするようにしてみたんですよ。してなかったんです今まで。若い時はお金もなかったし、その、なんていうのかな、いいヘルメットも買えなかったし、サングラスとかもね、買えなかったし、まあ、マスクとかね、お金もったいねえわとか思って、マスクとかしてなかったんですよね。花粉症なのかなっていう疑いがね、ちょっと出て、マスクしてバイク乗ってみようと思って、マスクしてバイク乗ったら、花粉症だったんだってことで、何にも症状が出なくなって、あ、花粉症だったんだ俺、みたいな感じで気づいたんですよね。なので子供の時からね、鼻水ダラダラだった僕はね、花粉症だったんだってことが判明したんで、ちょっと花粉症の時期は、マスクとかねやったり、あとまあ僕フルフェイス被らない人だったんで、フルフェイス被るとねやっぱ花粉症にならないんですよね。まあ、フルフェイス被ってついでにマスクもすれば完璧なのかなって感じなんですけど、コロナ禍なんで、まあ、マスクするのは必須ですけど、まあ、花粉症の時期になってくるんで、皆さんもね、マスクしながらねバイク乗ったらいい感じですよみたいなね、そんな感じで、はい、じゃあここ進んでいきましょう。ここはね、夏になるとあの桜もねすごい咲くところなんですよ。で花見がねできるんで、あ、今日もちょっと車多いですね。散歩してる人もいるし、車もねほら止まってるんですよね。ここのね、奥に行ったらねドッグランがあるんですけど、まあそこのドッグランもね僕 YouTube でね、紹介したことあるんで、コメント欄にでも載せときますか。はい、じゃあね今日はねこちらで、皆さん動画見ていただいてる方は知ってる場所になるかと思います。今日はこちらで撮影していこうかなって思いますね。ここはね標識とかないんでね、駐車停車 OK な場所ですね。はい、じゃあ一回ねちょっとマジェスティ映してみましょう。はい、僕のマジェスティですね、こんな感じです。すごくねなんか綺麗に映ってますね。まあ、インナーはちょっとボロボロなんですけど、はい、でいつもね撮影してる、ヘルメットがこちらになりますね。GoPro つけております。アゴマウントです。後ろにはね殺処分 0A のステッカーつけております。で左サイド、こういう感じになって、で左前がこんな感じですね。まあインナー以外はまあほぼほぼ結構定番カスタム、定番フルカスタムって感じですね。はい、そんな感じで、じゃあマジェスティでね押し掛けちょっとやってみますか。まあ、こういうねアホみたいな企画するのもね僕ぐらいしかいないんでマジェスティのね、じゃあ押し掛けちょっとやってみたいと思います。はい、じゃあ
やってみましょう。よし、行きます。行くよ。なんだこれ。全然面白くないんだけど。全然面白くないんだけど。はい、ってことでね、いかがだったでしょうか。無事ね、押し掛け成功したんじゃないでしょうか。まあエンジンもかかったし、ちゃんとね、押し掛けでねエンジンをかけることができましたね。実際ねやってみての感想はですね、まあ意味ないですね。意味ないです。ビッグスクーターはねセルでね、エンジンかけられるんで、まあ押してね、わざわざブレーキしてね、セルボタン押して、押してんのにねブレーキかけるみたいなね、そういうねアホみたいなことはやんなくていいんでね、まあちょっと僕が、やってみたかったことだったんですけど、まあビッグスクーターのね、マジェスティの押し掛け、参考になったでしょうか。うん、そんな感じで、まあね、皆さんもねこれはねもうやらなくていいと思います。うん、やらなくていいですこれは。そんな感じでね、マジェスティはビッグスクーターは、セルでエンジンをかけてください。まあ、バイク乗るときはね怪我しないように、運転してください。そんな感じで調子乗んなよー。